タスクコマ。ねえ、本当に家の住所教えてない？はい。誰にも？はい。私またこの家がカズくんの友達のたまり場みたいになったら嫌だからね。いつまでも大学生みたいなノリで生きるのやめて。それが嫌すぎてわざわざ前の家から引っ越してきたのに。もう大丈夫です。そう、そっか。じゃあこの人は誰？やっぱりこっち来た！さっきから何を言ってるんですか？今この家にサキさんと僕以外の人間なんていませんよ。お前今日奥さんいないから遊びに来いって。じゃあ私は何を見てるのかしら。そうなりますよね。もしかしてあなた座敷わらしにしてはでかいだろう。バリバリ洋室だし。ねえカズくん、この人はカズくんのお友達じゃないの？私がいないからってまた勝手に人呼んで遊んでたんじゃないの？奥さん、俺は。タカちゃん話し合わせて。いや俺との距離よりも奥さんとの距離の方が近いよ。こちょこちょ話成立してる？カズくん今こちょこちょって。いや成立するんだ。そもそも私はね、プライベートな空間に他人を入れたくないの。はい。分かってるならいつものあれ歌おう。いや今は。いいから歌って。はい。サキタンのプライバシー。カズくんのプライバシー、個人情報保護法。いつもそんな歌歌ってるの？タカちゃん聞かないで。あとリズムに対してワードが重すぎる。今のを踏まえた上で、カズくん、私たちの大事な個人情報を他人に教えてない？だから教えてないって。じゃあなんでここに人がいるの？奥さん、それはつまり霊です。霊です。あ、そっか、あなた幽霊なんだ。はい、俺は幽霊。あなたから見たら幽霊なんちゃって。そう。で、この人誰？あ、今回はダメだった。カズくんのお友達なんでしょ？どうなの？本当にこの人は幽霊なの？幽霊だと思います。引き返せ！その道の先は絶対に行き止まりだから。カズくん、幽霊ってね、あまり明るいところには現れないの。奥さんもさっきからちょっとずれてますよね。本当のこと言って。本当に幽霊なんだ。だからお前、彼は幽霊みたいな存在なんだ。幽霊みたいな存在？そこにいるのはタカちゃん、俺の友達だよ。じゃあなんで勝手に？タカちゃんが一緒にいるからといってそこまで楽しいわけではなく、盛り上がりもせず見えてない人がいるんじゃないかと思うくらい空気のように扱われ、高校時代からそんな感じだったから別にいいかなって。まるで幽霊みたいだろう。あ、奥さん、俺たちさっきまで楽しくやってました。なんならルームツアーとかもしました。カズくん、さすがにそれは失礼すぎる。ですよね。大事な人に会いたくて現れる幽霊だっているし、幽霊でもいいから会いたいって思ってる人だっているの。幽霊側の味方かよ。100歩譲って彼が幽霊みたいな存在であっても、私たちの家に入れるなら事前にちゃんと話してほしかった。でもサキタン、今日から3日間も友達の家に泊まりに行く予定だったし、一人は寂しくて。てかなんで急に帰ってきたの？今日から3日間泊めてっていきなり友達ん家行ってお願いしたら断られた。自分は家に人入れないくせにずうずうしいな。逆に断られて正解だったよ。とにかく今回の件は完全にカズくんが悪い。でもじゃない。じゃあ私が悪いの？個人情報ってむやみやたらと他人に教えちゃダメなんだよ。ねえ、私間違ったこと言ってる？サキさんは悪くない。あなたはどう思う？奥さんは悪くないと思います。ずれてるけど。私は悪くないと思う。ってことはカズくんが悪いよね。はい。あなたはどう思う？完全にこいつが悪いです。私もカズくんが悪いと思うから、0対3でカズくんの負け。ごめんなさい。今からピザが届くから2人で食べよう。俺が味選んだやつだよ。というわけだから帰ってもらってもいいかしら。ごめんねタカちゃん。成仏してね。0対3か。ポチッとポチッとポチッと登録、ポチッとポチッとポチッと登録、タコスコマタスコクマ、いいえタスクコマ。